何見てんの海藤さん。海藤さん、エロビデオ戻ったよ。そういうのイヤホンつけてよね。海藤さん、何見てんの。 お前スクモからのメール見たか。スクモからメール見てないけど。いや、ついさっきだ。え、とにかくこれ見てみろよ。何さ、どういうこと。殺人動画。え、三越島が殺された時の動画が、怖、ネットに出回り出したって知らせがあった。お願いします。うわー、してください。これ以上はもう、敏郎君のことはこの先一生謝ります。出回ってんのはさ、わざとだよね。殺した側の話題作りだよね。これって大したことしてないんですよ。何が大したことしてないだ、こいつ。思わなかったんです。はぁ、え、嘘。マジかよ。え、いや、そう。自分の手で三越を殺すことはできないはずだった。だとすると、これは何だ。何これ。理屈で考えりゃ、痴漢のアリバイと今流れた映像のどちらかが偽物ってことだ。どっちかが偽物。だが俺の感触じゃ、まずこの映像は本物だよ。じゃあ本物だ。じゃあ本物なんだ。もう一度エハラと話をしないと。痴漢の方が嘘なんてことある。え、だからわざわざ資格調べたのか。一体何をやったんだ、何これ。ミラーフェイス。どういうこと。いやでもな、いやこれちょっと人間の感情の弱いところを揺さぶってくる感じの映像、ずるいな、これ。なんか本当に人の正義感が問われる流れだよね、これって、マジで。いや、前も言ったけど、前のジャッジアイツでは、ショーノがね、ヤクザなんて別に死んでもいいんだから実験台にしますよっていうのに我々怒っていたじゃないですか。そんなのお前が決める権利はないと。ヤクザであろうと実験台にするっていうのはどうなんですかっていう話をしていた後に、このロストジャッジメントが始まって、この三越芝っていうやつはいじめをしていました、そして復讐として殺されましたってなると、なんか、あ、まあ、いじめてたんだったら、まあまあ殺されてもしゃあないかってなってしまうと。まあそこで我々ショーノと同じ思考回路になってしまっていると。で、そのタイミングで、ここで三越島がむごたらしく殺されているのを目の当たりにして、ようやくいじめっ子だからといってここまで果たしてしていいのかっていう感じになるやつね、これね。ブレブレよな、やっぱ人間なんて。本当に、はーやはり法って必要なんじゃないのってなるやつ。現職警察官による痴漢と、いや怖いよね、人間の感情。教育実習生殺害。矢上は同じ日に起きた2つの事件を同時進行で追っていく。だが、そのキーマンである江原明弘と対峙した直後、すぐに揺れちゃうもんだね。何者かによって、こう映像で見ると人間の考えって、ある動画がネット上に公開された。そこでは罪を免れた者の首を鋭い復讐の刃が切り裂いていた。すごいよね、こう白黒つけられない問題だよね、人間の感情として。やっぱりあの映像を見ても、やっぱり三越芝はここまでの報いを受けるのは自業自得だろうと思う人もいれば、
いや、さすがにちゃんとした法で裁かれるべきだったんじゃないの。いやでも法は裁いてくれなかったしって、すごい揉める話だよね。これネットじゃだいぶ騒がれだしてる。いやー、そりゃそうでしょう。殺人動画、難しい話やなこれ。ええ、憶測とデマ。今のところマウスに対してだけです。ここで、そりゃ分かっている。ここで白状するんだね。でも人体にだってきっとうまくいく。いえ、そうはいきません。何なんだ、めでたい記者会見の後だぞ。今気持ちよくお酒飲んでるのにね。今日ぐらいそんな話いいだろう、うん、本当にお前は無粋というか仕事バカというか、今日の会見には一ノ瀬事務次官も喜んでた、うん、うちは閉鎖どころかでかい予算が流れ込んでくるぞ。木戸からしたらうまい話しか聞いてなかったわけだもんね。あとはお前がもう一頑張りして薬を完成させれば、うん、あとはもう待つだけなんだ。現段階でアドデック9の臨床試験を行えば被験者はまず間違いなく死にます。なんだと、なんでそんなことが断言できるんだ。もう殺しちゃってるからです。大久保新平は無実なんです。はー、それもここで言ってんのか。急に、はいはいはい、あ、その話からしてんのか。あの判決通り彼はうちの入院患者を殺してなどいません。患者を殺したのはアドデック9なんですから。お、自分って言え。おい、どういうことだ。おい、お前ちょっと自分守ったな今。お前自分自身って言え、殺したのは俺だって言え。あの事件は、おい、アドデック9の人体実験だったんです。私の独断で投与しました。じゃあ殺したのお前やないかい。なんだって。おい、私は世界が待つ新薬を一刻も早く試したい一心で。本当に自分の中の正義で保身してるよね。だから俺は悪くないみたいな。恐ろしい悲鳴が上がりました。あ、私はその口を両手で必死に押さえて。悲鳴まで上がるんだ。じゃあ君があの老人を、うん、おお、なんでそんなバカなこと。それは本当にそう。じゃあどうするんだ、うん、今日あんな華々しい会見までやってアドデック9をぶち上げたんだぞ。そうだ、ぶち上げたぞ。それも私の名前でだ。今日会見しなければこのセンターは閉鎖だったはずです。なんで事前に何も言わなかった。これはあなたは逃げたでしょ。そりゃそうだろ。これマジかわいそう。昨日世界を救う新薬もお蔵入りだ。でも私はすごい正当化してる。アドデック9を作るために人生を研究に捧げてきたんですよ。知らんがな。なんだよな。でも何百万人という人、俺は救えるんだっていうやつだよね。もうなら私は降りる。心配ありませんよ。協力してください、木戸先生。アドデック9が無事に完成しさえすれば、もう無事じゃないんだよね。何も問題はないんです。もう無事じゃないんだよね、人死んでる時点で。そしてあなたはその開発者として名誉を歴史に刻み、富も手に入れられます。いいクルメロール。でももし今事実をぶちまければ、私もあなたも破滅するしかない。いや、脅迫だ。失うものが大きいのはあなたの方です。うわー、そのこいつすげーしたたかだな。正当化がすごすぎる。自分の中で俺のやっていることは何も間違っていないというなんか感じを感じがある。すごい。ショーノはまあヤクザだから、しかも薬のため何万人何十万人何千万人と助けられる薬を作る上で、ヤクザみたいなゴミみたいなやつらを殺すのっていいですよねみたいな話でしたけど、いじめられてたやつって普通に誰に殺されても文句ないよねっていうのが通用するのかどうかって、まあ人間の感情が関わってくるのでね、ここは。でもそのなんて言うんだろうな、人間の個人的な感情で裁くうんぬんかんぬんじゃないように法律っていうのがあるんだけど、その法律で裁かれない悪、まあ悪っ
っていう、まあ、善悪って言い方あんまり好きじゃないんだけど、そういうものをじゃあ誰が裁くんだよ、裁いてくれないじゃん、だから俺がやるんだみたいな感じだとは思うんですけど、これはでもちょっとクワナがそのなんかお前勘違いしちゃってないみたいなところまで来てると思うけどね、これはね。いや善悪って言い方が嫌いなのは人によって善悪が違うから好きじゃないんですよ。それ私の中にももちろん善悪ありますけど、みんなの中にも善悪があって、それがぶつかった時にデスマになるからあんまり言いたくないっていうことです。正義悪もね、正義悪善悪っていうのは人によって基準が違うから、そこでぶつかるとこう反発が生まれるので言いたくないんですよ。でもさっきの推理で間違ってない。あんたの目を見ればわかるな。あもしかしたらこんな風に考えてないか。アドデック9が完成すれば多くの人間が救われる。この問題ね、だから自分は正しいことをして、そのために人を犠牲にしてもいいのかっていうやつ。わあ正義出た、正義だ、この作品のテーマ。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。確かにそうかも。でもあんたのそれは確かに本当に正義か。